あれ、これ始まってる？これ始まってるかな？こんばんは皆さん、始まってるのこれ？あ、見れた見れた。こんにちは、こんばんは。ちょっと待ってくださいね、コメントの位置調節しますからね。どうした？こんばんは皆さん。ちょっとなんだよね、ふわふわしてるんですよね多分今日。いや、ちょっといっぱい喋りたいことあるな、だからちょっとふわふわしてるんです。まだ始まって30秒ぐらいだと思うんですけど、挨拶しようかな。じゃあこれね、いい位置がね、ちょっと待ってくださいね、こう前に行っちゃうと隠れちゃうからさ、こんぐらい。はい、皆さんこんばんは、日向坂46のスージーこと富田鈴香です。今日ヘラヘラしちゃうな、ヘラヘラしてるなって思いながら見ててください。今日は、今日はとことん甘やかしてください、私を。お疲れ様って、お疲れ様お疲れ様って言っても全然、まあ一区切りなのかな一旦ね。こんばんは、ありがとう、お疲れ様、みんな、みんなもさんも8月お疲れ様でした。ヘラヘラしてる、うん、ヘラヘラしてます。はい、怒涛の1ヶ月。まあ私からしたらもう1ヶ月っていうよりかは7月最初から初めからミュージカルの稽古始まってたので、怒涛の2ヶ月でしたね。2ヶ月。そう、大阪から帰ってきました。昨日ね、大阪城ホールでハッピートレインツアー2023を、全国ツアーをね、日向坂のライブをやって、今日東京にいます。今月だから、先月か、大阪2回往復しました。2往復、ちょっとね唐突すぎますよね、ごめんなさい。ちゃんと一個一個あれですね、話さないとだな。まあ、ということで、はい、ミュージカルヴィンチェンツォが週終わりまして、全17公演大阪東京神戸でやって、来ていただけた方いらっしゃいますか？そう、前髪切ったんです。もうね、このかき揚げのあれだったから、役でモンチャヨンすぐ切りました。すぐではないか、大阪公演が27日に終わって、ですぐ帰って東京戻って28日にお仕事だったんですけど、その日はまだ切らないでおいて、長いのちょっと楽しんで、次の日大阪ライブしに、大阪ゲネプロしに行って、その日に切りました。ふわふわしてるわ今日、すいません、ちょっと今日ふわふわしてる。今日はカメラ目線してくれないですね。確かに、多分ね、コメントがこっち側にあるので、カメラ目線するとなると逆になっちゃう、だからこうコメント見ながらカメラ目線しようか。じゃあ東京千秋楽行ってありがとうございます。ミュージカル見たよ。わあ、そう、今日インスタグラムでショールームで喋る質問とか募集したので、それも 何分からにしようかなね、話しますね。疲れたら寝てていいよ、ありがとうございました、おやすみなさいって言って本当に寝れちゃうからね、今本当に本当に寝れちゃいます。いや、でもなんだろう、すごい元気です、すごく私、はい、元気ですっていうのもあれか、なんか違うか、違うな、でもすごい元気というか、うん、思ったよりなんかあれですね、まだ元気なんですよね。あ、元気ですね、はい。頑張ってるね、ありがとう、お疲れなのに配信してくれてありがとう。いや、それがやっぱり熱があるうちにお話ししたいことがたくさんあったので、まあミュージカルヴィンチェンツォのことがほとんどなんですけど、私からしたら、いや、もうね、どうでした皆さん、ヴィンチェンツォロス来てますよね。私の母もね、ヴィンチェンツォロス来てるんですって。あ、でも実は私本当にもう2日後にライブのリハーサル合流しなきゃいけなかったから、終わった後正直余韻浸る間もなくグループのお仕事に戻ったので、
今ねロスって言われたらどうなんだろうって感じ。ロスなってるのかな。うん、でもまだ実感湧いてないですね。あ、クヌガファミリーじゃなくてクムガファミリーですね。クムガファミリーです。あれそうだよね、クムガプラザ、クムガです。確かにね、ナム完全ボサ。私一回もなかったからな、あれやりたかった、ナム完全ボサ。クムガプラザです。ちょっと自分の家族と照らし合わせない、照らし合わせて泣いてしまって。そうですよね、なんせね、もう終わったからネタバレしても大丈夫なのかな。ネタバレ、まあどうなんだろう、どれぐらい言っていいんですかね。でもそう、でもやっぱり家族の物語、裏テーマがちょっとやっぱ家族が関わっのテーマだったりするので、そうですね、やっぱりやっぱ家族ってみんなと言いますか、いろんな家族の形がありますからね。本当に家族だなって思いました。もう何これすごい。何これお祭り始まった。タコいる、タコ、ほらタコ焼きがさ美味しかったんですよ、大阪で食べた。ちょっとね、一旦ミュージカルヴィンチェンツォの話しよう。ちょっとね、大阪の話はまた後で。楽しかったな。どうでした、皆さん何のシーンがお気に入りでしたか、見てくださった方。今日ね質問でも本当たくさんいただいたので、まさかまさかの展開すぎて3時間半びっくりな3時間だった。うんね、怒涛でしたよね。いや、お父さんのところ泣いた。うん、爆破するとこ、あーわかる。私大花火めっちゃ好きなんですよね、勝利の大花火がのやつ。なんか好きなシーンありすぎて選べないな。展開が早い、どこだろう、あ、金塊のシーン、あーわかる。もう私は一番これね、質問でも来てたんですけど、ちょっと読もうかな。じゃあちょっと待ってくださいね。あるかな、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 ちょっと待って、ちょっと普通に答えよう。すいません、あの私も一番好きというか、もうあの中でも特にトップレベルで好きなシーンはクムガプラ2幕のクムガプラザの、あの金の歌、知って分かりますか、あの金の歌。まあそこ大好きで、ずっと袖で見てましたもん。金の歌好き、やっぱり分かる。あれね、あの白木原忍さんで、あのギョンジャの役やられてた方がヒスっていう役もやってたんですけど、もうパワフル。あのギョンジャはヴィンチェンツォの母親で、すっごい結構やっぱ膵臓がんを患っているので、結構病院のシーンとか体がなんだろう、思ったように元気になでいられないシーンとかが多かったんですけど、そのギャップがもう刺さりすぎちゃって本当に面白くって。しのぶさんもうね、楽屋もね、神戸と大阪は女性楽屋、女性キャストが5人だったので全員一緒だったんですけど、もうずっとモノマネしてるんです皆さん。もう特に佐藤ひとみさんがもうモノマネ番長みたいな、もう楽屋番長でずっとモノマネしてて、私のモノマネもするんですね。いや、モノマネされるのって嬉しいなとか思っちゃった。もう、あーそう、ひとみさんと踊るね、 Do Not Judge っていう曲、私もあれ三國がめっちゃあそこがかっこよかったって言ってくれて、やっぱ強い女が好きらしいですよ三國は。嬉しかったな。はい、あのうちは欲しいです、作ってください。あのね、ライブでたくさん見かけました、チャヨンのうちは作ってくださってる方。ひとみさんがねモノマネしてくれてたのはね、ドルチェビータっていう最後の曲なんですけど。ダメだ、思い出して笑っちゃうな。ドルチェビータ、ドルチェビータ、そう、ドルチェビータは多分メンバーのみんなも結構一番なんか印象に残る言葉らしくて、うん、ドルチェビータ、コノカがだからドルチェビータの意味を見終わった後に調べたらしいですよ。
確かに耳に残る。もう連絡そうたくさんいただきました。戦うシーンすずちゃんだけ戦わない、あーコメント流れちゃった、あすずちゃんだけ上から見てるだけなの面白かった。そうチャヨンはアクションというかあんまりなんだろうそのできないタイプなんでしょう原作も。だからあの木の棒持ってこういうねこういう角材を持って最後にキム室長をバーンってやるシーンがあるんですけど、ごめんなさいあのすっごいあのめっちゃ見た人しかわからないような話しちゃってるますね。まあいっかあ1万人の皆さんありがとうございます。金曜日の夜を金曜日の夜を華やかにさせていただきますウィーアーが好き、あーわかる。だってさ別にクムがそうなんだよね。ウィーアーカサノファミリーっていうシーンがあるんですけど、みんなでねクムがファミリーのみんなで私がウィーアーって言うんですけど、このウィーアーどうやって言ったらウィーアーっぽくなるかなって考えながら毎公演やってました。やっぱりねどん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 なんだろう進化してくステージでしたね。あとはあブルーレイ予約しました、だってありがとうございます。そうなんです12月に発売するので、もうあでもアーカイブもね4日から始まるからぜひ今気になった方は見てほしいです。もうねコメントめちゃめちゃ早くって読みたいです、読みます。キックボード面白かったです。そうキックボードがね一幕の最初の登場シーンでキックボード全然乗れないっていうシーンなんですけど、キックボード乗れなくするの難しかったな、私何でもできちゃうからあごめんなさい、あのできない演技っていうのが難しいですね。やっぱりキックボードってだって大体みんな乗れるじゃないですか。いやそうでもないやろって、そうでもなくないやろそうね通路もね1列目お客様の1列目の前のところたくさん客席降りるっていうんですか。はい次にタバコは2年前にやめました2年前にやめました。確かに そうですねなんか面白い、タバコ吸ってた役だったんだ。じゃあ2年前はあとはあーそうそう中野郁美ちゃんね、中野郁美ちゃんミリ役の中野郁美ちゃんっていう同い年の女の子がいるんですけど、もうすごく仲良くさせていただいて帰り道も一緒に帰ったりご飯も一緒に食べに行ったりしてました。もうね本当に面白くって気がすごく合うんですよ。そうイクミン、イクミリー、ソーミリスさん、そうそうそう友達増えました。友達そうだね、確かに友達増えたってことだよね、嬉しいな。そうださっき面白い質問あったんだよな、ちょっと読みますね。あ面白いのありましたよ。じゃあインスタグラムで募集した質問読みます。あまだまだ募集してるので 今からでもどう送ってください。共演者の方が褒めていたアドリブを意識せずにやっていたのは少し持ってますか笑っていう質問なんですけど、記者会見の時に私がアドリブを入れ始めるのが早かったっていう話をしてくださってて、で私はそれをアドリブだと思ってなかったんですよ、原作にもあるシーンだったから。それをだからアドリブ意識せずにやってるっていうのは、まあ、持ってません、本当に意識せずにやってましたそれは。はいこれ答えになってないねでもそうアドリブでなんかそうだなそのシーンを盛り上げれるところがたくさんあったんですよ、うん、そういうところは意識して頑張ったっていうわけではないですけど、あの楽しんでやりたいなっていうシーンはちゃんと楽しんで
やってましたね。もうあの例えば同じシーンでその同じシーンでアドリブを入れられるところっていうんですかね、あ日本語難しい、日本語難しい今日なんだろう、共演者の方の信頼があってこそのアドリブでしたね本当に。あ私も校長先生やばかったな、あそこ本当に笑っちゃったな。あのミリが皆さんって入ってくるシーンがあるんですけど、後ろのカーテンみたいな幕をパッて開けて皆さんって入ってくるシーンが一番好きだった。普通いつも皆さんって入ってくるんですけど、私それだけでもやばいのに、千秋楽の大千秋楽の日に皆さんこうやってやりながら入ってきたんですね。そしたらそのヴィンチェンツ役の和田さんが校長先生かみたいなツッコミをして、もうそれもう笑い止まらなかった、危なかったな本当に、必死でしたよ本当に笑いこらえるのに、本当にツッコミ早かったですよね。あのツッコミのスピード感本当にすごい待たせたなので、確かに待たせたってこっちか、えっっていうことはわら法律事務所は復活しましたって、私がやってるのを待たせたの手だ、待たせたなの、耐えれてなかった、こらえられてなかった。あ宮崎駿さんがもしもコンビニ店員だったらっていう、あのジュソン役の伊藤雄一さんが毎回私が囚われるめっちゃ重めのシーンの前に絶対にアドリブを入れるところがあって、そこで宮崎駿さんがもしもコンビニ店員だったらっていうアドリブの日があって、あれ面白かったな、ウィーンって入ってたところでもう止めたんですよ。いやちょっと伝わってるかな、この面白さ。そう見たかったですねあれブリッジしてカレーを言うところ、カレーのレシピを言うところ、だから毎日あそこは楽しみだったんだよな、裏でこの幕の裏で私こうやってもう捕らえられてうってやるシーンなんですけど、それの前だったからいつもなんか変な緊張感走ってましたね楽しそうなの伝わってます、よかった。でもそれぐらい本当にカンパニーの皆さんがとか、カンパニーの皆さんとかいうのは憧れだったんですけどカンパニーの皆さんが本当に家族みたいなぐらい温かくって、もう皆さんがいなかったら当たり前ですけど乗り越えられないことたくさんありました。本当に素敵な2ヶ月だったな。でも私のこの表情で伝わってるんじゃないかなと思います。はい、私結構あれですよね、雰囲気変わりましたよね絶対。やっぱねホンチャヨンがだいぶ大人な役なので、すっごいあの雰囲気変わったと思います。ただやっぱりカンパニーの中では末っ子だったんですよ、22歳、一番年下で、だからもうねそこは甘やかされてたな、やっぱり多分はい、から破れたかな、ねえありがとうございます。ちょっと読みますね。じゃあ、あテロップつけるの忘れちゃった、つけとくますね今、ごめんなさい今さら。もう喋りたいことがいっぱいありすぎてさ、喋っちゃったな今日。明日ミーグリなんですよね私、楽しみ。これちょっと待ってくださいね、あダメだ、あいけるいける、ちょっと待ってくださいね、顔見ててください、私の、はい、母ちょっと待ってくださいね、沈黙が間が耐えられない人だから私だから昨日の楽屋でもずっと喋ってたな、昨日ひよたんとひなとこのかと同じ机だったんですけど、ツアーのがずっと喋ってた、楽しかったな。可愛いよ数字、ありがとうございます。ゆで卵だろ、どういうことどういうこと。じゃあちょっと質問読もう。インスタグラムでいただいた質問、じゃじゃん、船焼きじゃなくてたい焼きは頭と尻尾どっちから食べますか。そうですね、
ヴィンチェンツォの原作の方でたい焼きと船焼きが出てくるんですけど、私たい焼き頭から食べる派ですね。完全に絶対これはもう一生変わらないだろうな。あ、でもたまに頭食べてすぐ尻尾食べる時もあります。わかります？視力はいかほど、私の視力はこっちが左が 0.75 間違えた 0.4 で右が 0.75 です。はい。はい、次。あー、ヴィンチェンツォの本ちゃん以外の役のセリフで言ってみたいものはありますか？これはね、コンシリエレかな、義足のコンシリエレ言いたいな。コンシリエレ 0.75 って言いませんか？あれ言わない？コンタクトのこと？ん、ちょっと分かりませんね。存じ上げません。そういうこと？そう、アン君の、そう、アン君のセリフ、なんか黒い。はい、3つ約束しときましょう。僕と、いや、明日定点カメラあるのかな。そうね、その義足役の西川さんもすごい配信で私のこと話しててくださったらしくて嬉しいです。本当に温かいんですね、皆さん。本当に皆さん配信やってるじゃないですか、多分今ちょうど終わってからね。鼻に手突っ込みそうだったシーンあったね。あー、鈴木聡真さんのお父さん役の面白かったな。あの演出の吉谷さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がもうチャヨンとユちゃんを一生間違えちゃうんですね。あの、だからもうユちゃんって吉谷さんがユちゃんって言ったらはいって言っちゃうぐらい、もう私ユちゃんとチャヨンどっちもになって生きてたってぐらい、はい、やってました。面白かったな。髪の毛ヒット笑った、ミリのかな、ミリの。そう、一番苦戦したシーンは、どこだろう、もういっぱいあるな。一人で歌うシーンですかね、やっぱり正義走り出すと、あとお父さんが亡くなってしまうシーンかな。思い出すと胸がキュッてなりますね。素敵だった、ありがとうございます。あんだけ歌って声枯れないのすごい。そうなんですよね、意外とやっぱりこの公演を通して思ったんですけど、声ってだんだん強くなってくものだなと思って、私も喉を一回ぐらい壊しちゃいそうだなって思ってたんですよ、始まる前。だからすごいいろんな対策を考えていったんですね。でも一回も潰さなかったです。やっぱ会場によって乾燥してるところとかあったりしたんですけど、うん、そこは結構大丈夫でした。意外と強いのかな、喉。喉は筋肉だからね。そうなんですか。え、喉って筋肉なんですか。知らなかったんだけど。ホイコーロー食べたい。ミュージカルの経験をどうやってライブに生かしますか。ごめんなさい、もうこっちの質問読み始めちゃってますね。まあ、あの質問でもあったんですけど、アイドルの活動、ミュージカルが終わってアイドルの活動にどうやって切り替えましたかっていう質問があって、切り替える必要って別にないのかなと思います私は。だからそのまま行きました。すっごい、だから曲に、なんだろう、曲の歌詞一つ一つを考えるようになって、だから昨日の大阪のライブとかは、昨日一昨日の、すっごく曲に対しての思い入れがめちゃめちゃ強くなって、なんだろう、表現力の幅が、まあ簡単に言ってしまえば広がったなっていう感じはすごく思いますし、私あの稽古期間中に日向坂の曲をずっと聴いてたんですよね。いい
曲だなと思って、青春の馬もずっと聴いてたし、あとガラス窓が汚れてるも好きだし、接触と感情も好き。はい、そんな感じかな。生き生きしてました。もう楽しかったんですよね、やっぱライブが。うん、君は逆立ちできるかも考える。そうだな、あの曲猫ちゃんの曲じゃないですか、気まぐれな。いや、なんか自分っぽいなと思います、気まぐれなところ。うん、生まれた時から変わり者さっていう、変わり者ではないんですけど、別に自分なんだろう、すごい気まぐれなところとか、なんかわー自分みたいだなって思うのありますね。うん、よかった。わかるな。そろそろライブの話しますかね。もう55分だよ。じゃああと5分ちょっとヴィンチェンツォの話しよう。質問読もう。スージー、ミュージカルで忙しい中でもマイブームってありましたか？マイブームはコーヒー飲むこととチャーシュー食べることと厚焼き卵食べることでした。はい、かな。あ、コーヒーそうこぼしてなんで知ってるんですか？コーヒーこぼしちゃったこと、カバンダメにしちゃったんですよ、コーヒーこぼしてコーヒーチャーシュー卵、そうです。あ、もうね、タンパク質めっちゃ取ってました。あ、それだ、タンパク質。厚焼き卵昔から食べてもない？でも一時期やっぱ冷めてた時期があったんですけど、ボロボロチャーシューって何？チャーシュー、チャーシュー、あ、そっか、ひとみさんのそれブームなん？ブームだし、ブームだし。あとあれ、海町チャチャチャずっと見てました、夜お風呂に入りながら。ひながおすすめしてくれて、韓国ドラマの、これもね、スタジオドラゴンさんのヴィンチェンツォと同じ制作のドラマなんですけど、海町チャチャチャずっと見てたな。半身浴、そう、でもね、一回も寝落ちしなかった。もう寝落ちしたら終わりだと思って、寝落ちしなかったです。あ、お風呂も絶対湯船使ったしあとはなんだろう、ん、なんですかね。あ、コーヒーはブラック派ですよ私。お風呂5分で上がるって昔言ったことありますよね。今日の服かわいい、ありがとうございます。私こういう私服着るのめちゃめちゃ久々で、なんせずっとリハギと稽古着だったんですよ、もうこの 2,3 ヶ月だから。久々にちゃんと綺麗に整えました。自分で髪の毛やったのも久々かも。でもそうですね、はい、夏あんまり私服着れなかったな。あ、でもミーグリ始まるからね、ミーグリでたくさん私服着るんで。はい、あと何ですかね。よし、あとは、あ、なんだろうね、ミュージカル東京は3日連続2ステージでしたが、さすがに体力的に厳しかったですか？そうだな、正直神戸と大阪がホテルだったので、東京は家に帰れてたっていうのもあって、東京、神戸と大阪よりかは疲れたまらなかったですとか、あっという間に終わりました。7公演早かったな。でもやっぱり3時間半を7公演は本当相当、なんだろう、時間が、1日の時間がもう1日が10秒で終わるみたいな感覚でした。早かったね、2ヶ月ロスだね。ロス来てるのかもな、もしかしたら。怒涛でしたねアイドルって時間ないですか？そんなことはないと思います。やっぱ待ち時間も多いので、すっごいなんか今日真面目な話たくさんしてるな全然ふざけてない今日。そうだね、いやでもそうやってミュージカル一人で
こう外で出てやって思いましたけど、時間はなかったですね。本当に全然時間がなかった。うん、ヒールね、そうヒールでいっぱい走ったりしてたんですけど、できましたね豆。うん、靴ずれもたくさんしたけど、でもまあそれも証かな、頑張った。ヒールってあれじゃないですか、ヒールってこうなってるじゃないですか、ここはヒールですよ。で普通こう全部で歩くと思うんですけど、もう私の場合ここだけで歩いてましたもん。ヒールここついたらコキってなるから、もうここだけで 歩いてました。で走ってた。持ってないからね本当に、これは本当だから。うん、ふくらはぎ、そうふくらはぎきつかった。あ、そうつま先立ちって感じ。はい、もう浮いてるやん。そう浮いてますよ私、浮いてた。だから2ヶ月間ずっと特別な訓練受けています。はい、忍者か。忍者ってそうやって走るんですか。忍者だったんだ私。浮く数字大変。ふくらはぎムキムキですよ、だから今見てください今度、ムキムキだなって思いながら。まあそれもね頑張った証と言いますか。うんうん、あと何ですか。んん、え、な、え、な、え、なに、夏休みもらえそう。もう終わりましたね夏は。まだしばらく頑張ります。年末まで走り抜けますね。うん、頑張ろう、頑張りましょうみんなで。頑張ろうっていうのはあれか、違うな。楽しみましょうかな。30分経った。遊びに来たよ、ありがとう。こんにちは、こんばんは。金曜日ですね皆さん、明日お休みかなみんな。私も夜ご飯この後食べようかな。今日ねずっと寝てました、正直ずっと寝て、リクロおじさんのチーズケーキ食べました。もう美味しかったな。ツアーの話しよう。大阪で2公演ね、この間昨日おとといでやったんですけど、もうリクロおじさん今週3つぐらい食べちゃった。リクロおじさんのチーズケーキ、あとわなかのたこ焼きがめちゃめちゃ美味しかった。しよう、はあ、思い出すな。サンホール、まあサンホールって言ったらちょっとそれ嘘になりますけど、あのそうですね結構食べました。でもその分動いてるからさ。うん、ククルのたこ焼きは食べてないですね。でもククルって東京にもありますよ、ありますかよね確か。食べに行きたいな。だから今日帰ってからもうたこ焼き食べたくて仕方なくって。たこ焼き美味しかったな、めちゃめちゃ。わなかの塩は鉄板。そうなんだ、たこ焼きって塩で食べるものだと思ってなかったからびっくりしました。こんなに美味しいんだと思って。手振ってくれてありがとう。いえいえ、会場の皆さんと目を合わせるつもりでやっています、やっています。でも自分のタオルを見つけた瞬間が一番嬉しいな、やっぱりライブ中。ここにグッズあります。すっごい見えるんですよこれ、これすっごい見えるんですよ皆さん。ぜひ持ってきてください、次の横浜公演で。これもね、推しメンペンライトも新しくなりました。ちょっと発光が強くなって、ここのね色もみんなのペンライトカラーなんですよ。私は紫かわいい。あとねパケっていう今回新しくできたグッズがあるんですけど、もうめっちゃかわいいんで、みんなのもう手書きのイラストがこう中に、なこれ何入れるんだろう、みんな携帯とか、携帯ちょうど入りますよね多分。うん、あーギリギリ入らないか、あ入る入る、夏使い放題。こっちはねほら常備薬とか入れて、はいパケです。
あ、そう、私ヤギ座なんでヤギ入れました。これ皆さん何なんだろうと思ってましたよね。私ヤギ座なんでヤギ入れてみました。あとピーマン最近ずっとハマってたから、ピーマン最近全然食べてないけど、パケ2個買っちゃった、ありがとうございます。あ、綿棒いいですね。 あと小銭とかね。あ、そう、サーキットで会いましょうのステッカーを作っていただいたんですよ。実はじゃん、これ携帯に入れてるんですけど、嬉しい、楽しみだな。最終戦鈴鹿サーキット、可愛くない？携帯に入れてほしい、みんな。ちょうどね携帯に入るサイズなんですよね。えローソン選手、リアムローソン選手 F1 走られてましたね。いやー、なんかすっごいな、追いたいものがいっぱいありすぎて、ね、目と時間と心と脳みそ足りないな。もう一人欲しいな自分もう一人ください。だから iPhone ケース変えたの。私結構 iPhone ケース頻繁に変えるタイプ、あ、携帯のケース頻繁に変えるタイプで、毎月まではいかないですけど2ヶ月に1回は買いますね。今はねクリアケース使ってます。はい、充実してますね本当に。充実してるから楽しいんだろうなきっと今すごく。うん、あ、ほっと一息も早くね、ローソンプレゼンツほっと一息ラジオも早くやりたいですね。落ち着いたら、はい、いっぱい溜まってますからネタあとなんだ、満ち満ちてるよね顔満ち満ちてます満ち満ちてますか。楽しくて何より間違いないですね。私は本当に、なんだろう、あ、やばいな、なんか最近本当に、はあ、なんかちょっとロマンチストになってるのかもしれない。恥ずかしい。そうですね。皆さんを笑顔にできたらいいですよね。体にはくれぐれも気をつけてください。ありがとうございます。逆立ちできる？できるんじゃないですかね。逆立ち。しばらくしてないな。5年ぐらい。してます？皆さん逆に逆立ち今ちょっとしてみてください。あ、たまちゃんもね、そう、終わった後に大阪でお手紙とプレゼントくれました。ひよたんもひなんも終わった後にくれて、もう本当にみんなも大変だったのにね、ツアーのリハーサル。ちょっと飲みます。ん？三点倒立って何ですか？頭もつけるってことかな。バク転もできる、すごいですね。なんなら逆立ちしながら見てます。本当かな、本当かな、それしながらだとコメントするの難しいね。逆立ち片手でやってるってこと。早く車も見に行きたいですね第3弾。私逆立ちできますよ多分、やってないから分かんないけどカエル倒立って知ってる？分かんない、なんだそれ。仰向け？日向坂一赤リップ似合うよねそれみんなの見て言ってます？ちゃんと全員の見てから言ってくださいね。赤リップが一番似合うってね。わかる。こんばんは。もうあと20分だ。
コメント読むの楽しいな。一方的に読むの楽しいです。4期生のさ、シーラカンスめっちゃ好きなんだよね。でも魔物も好き。どっちが好きですか皆さん。まあどっち、私はどっちも好きだな。でもやっぱ、うん、シーラカンスめっちゃ好きなんだよな。魔物も好きなんだよな。おでこまた出す、もうしばらく出さないです。あと私すっごい今髪切りたいんですよね。ミディアムぐらいにしたい。でもねやっぱり身長的にもロングが似合うっていろんな方に言われるので、ロングかな。お題が見つからない手口は小月子センター。そうね、陽子のねセンターがすっごい素敵ですよね。シーラカンスの日向何でも似合いそう。そうなんですよ、何でも似合っちゃうんですよね。舞台映え半端なかった、ありがとうございます。嬉しい。その身長が生きた瞬間でしたかね。コール聞こえましたよ。もうね私キュンやった。これあれあんま言っちゃいけないですね、ごめんなさい。何でもない、ごめんなさい、何でもないです。はい、こんばんは、こんばんは。ポカいますよ、大きいの。ショートマジで良かったとだけ伝えておく。そっか、皆さんショートヘア結構好きですよね。でもあれ高校生の時とかだったからな、やったの。ライブでも目立ちます、私。ありがとうございます。遠目でもわかる、富田鈴香です。リオちゃんと身長同じぐらい。そうなのかな、リオちゃんいくつなんだろう。でも同じぐらいですよね。4期生の子小西ちゃんとかもそれぐらいあるのかな。 165? 一緒だ。じゃあ絶対に髪切らないで。185? 誰誰と間違えてる。185 誰と間違えてる。そうなんです、身長少し下がったよねっていうコメントあったんですけど、この間ね更新されたんですよ身長。おかしいんですよね、なんでだろう、縮んだのかな。でもね夜測ったんですよあれ。朝測ったらちゃんと 165.5 になってたと思いますけど、あ2ミリとか縮んでました、もしかして。いやちょっと私嫌だな、縮みたくないな絶対。姿勢めっちゃ正したけどな、どうしてだろう、悔しい。三國もう170あるの。そうなんだね。睡眠不足？そんなことないですよ。めちゃめちゃ寝ましたよ今日。陸老おじさん食べて。富田チヂミどういうこと？チヂミ最近作ってないな。豆腐チヂミ。L 選抜マジか。私 L 選抜って自分から言うのもあれですけど、足のサイズ 24.5 なんで多分大きい方に入ると思うんですよね。スージーにダウンフォースが働いてる、うまい。そうだ、空気抵抗がさほらね、風切っちゃってんだな。でこう下に押さえつけられてさ、速度は速くなったけど、ほらやっぱ生きる速度は速くなったけど身長は縮んじゃったんだじゃん、ダウンフォース働いて。面白いな。みんなみんな言い始めた。タイヤ滑ってる、どういうことですか。ちょっとなんか滑ってるって嫌だな、なんか言葉として。タイヤ滑ってる、うん、まだねグリップがね。何言ってるか全く分からない、ごめんなさい。ちょっと車用語すぎたか。大喜利が始まった。いや皆さんのコメントが面白いな本当に。でも最近私結構重力感じちゃうんですよね、地球の。
うん、重力感じながら生きてます。今日なんか重力少ないなみたいな日ありません？低気圧ってこと？ちょっと待って、あと15分ギター弾こうかな、せっかくあるし。何弾こう今日。じゃあ何がいいですか皆さん。いきますね。逆立ちって難しそう。絶対無理じゃないですか。あれだって一人で歌う曲じゃないですからね多分。子猫を見つけた僕のタイプじゃないか。おいで、どうですか私のおいでっていうセリフ。あそこちょっと恥ずかしいんだよないつも。おいでっていうの。いやーキリマンジャロ、キリマンジャロの子。窓が汚れているでした。見えてなかったね。プチプチプチ、この曲大好きなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。愛の引きこもり、愛の引きこもり、確かに。それが悪いと思わない。愛の引きこもり。今日までの日々よ。接触と感情、ちょっとコードわからないんですよね。逃げ足が早い。この間引いた気がする。音のソノリティ音のソノリティってギターでやるものじゃないですね。いやちょっと今日ちょっと早すぎるな時間。寂しい。あと10分で終わっちゃう。あ、ごめんなさい、首ポキポキ鳴らしちゃった。スージー見てるとピアノ弾きたくなってくる。延長しません？したいですよ、ほんと。したいぐらい。
ピアノも最近な全然弾いてないけど。お、寝るときどの体勢で寝てますか？横です。右向きで寝てます。右向きで寝て、左向きでちょっと寝て、右向きで寝直します。私仰向けはあんま寝ないですね。はい。そりゃそうだよね。何がだろう。ちょっと時差ありましたね、ごめんなさい。移動中って寝るんですか？あー、私でも新幹線は本当に疲れてる時はめっちゃ 寝ますけど、車も新幹線も普段あんま寝ないですね。なんかブログかインスタかメッセージやってますいつも。うん、移動は運転でしょ。全然運転したいんですよ最近。芸能人は移動中寝た方がいいよ。優しい。優しいな。優しいですね。でも寝ません。寝るともったいないからね。寝たらさ、寝ちゃうじゃないですか。その寝てる時間がもったいないって思っちゃうんだよな。うん、ダメですね、寝ないと。ちゃんと、さすが真面目。もう縦列駐車できる？縦列駐車ってどういうやつでしたっけ？この車と車の間に入れるやつですか？しばらくやってないですね、教習所以来。でもできないと危ないですからね。できます。はい。猫耳ポーズ、今日スクショタイムしますか？せっかくですし。あ、髪伸びたね。伸びましたか？でもね、ミュージカル中に一回切ったんですよね、ちょっと。でももう結構ね、私髪伸びるのめちゃめちゃ早くって。でも人ってなんか、私結構紛れ子のと舞台紛れ子の時に思ったんですけど、疲れてる時めちゃめちゃ髪の毛伸びるの早いなって思って、だからちょっと早いかも。あれですよ、体的に疲れてる時ですよ。はい。今日も本茶読みある。本当ですか？なんでだろう。あります？どういうこと？わかめ食べてるから。わかめもうしばらく食べてないです。半年ぐらい食べてない。お寿司食べたいな。パスタ巻いてる？これ？皆さん考えて、おお、ピザにしましょう。最近和食が好きなんであんまり食べないですね。サバしか食べてないかも最近。サバばっかり。たこ焼き食べましたよ。焼肉食べると胸焼けする？しますね。重めの油系の食べると。2ヶ月浮いてるっていうのはさすがに持ってると思いませんか？持ってないです。本当に。ちょっとごめんなさい、今めっちゃ頭回ってなかった。何言ってんだろう。ごめんなさい、何言ってんだろうな。猫しよう、猫。にゃん。ねえ、だから明日ミーグリ、明日明後日でミーグリですかね、確か。明日ミーグリ振り替え来てくださる方、振り替えと言いますか、参加できなかった8月のミート&グリートをね、お待ちしております。楽しみにしてます。きっとたくさんミュージカルの感想いただけるんだろうなと思って楽しみにしてます。いろんな見方がありますからね。初めてだった方とかも多いみたいですしね。私も初めてだったし。君は逆立ちできるか初めて聞いた時どう思いましたか？キーが高すぎてちょっと死にそうになりました一回、あの歌ってながら。でもすっごいなんかセリフとか可愛いっていうのと、あと歌詞がやっぱり猫の歌詞だったっていうのが、私犬派なんですけど、それがなんかこの、そうですね、
猫の歌詞だったっていうのがなんか素敵だでした。初めてのセンターの曲で自分猫っぽいんですかね。初めてミュージカル見ました。あら、ありがとうございます。2万人の皆さんありがとうございました。金曜日に、金曜日の夜に。明日も楽しんでください。犬派なのに猫っぽい、猫っぽいか、顔立ちは猫っぽい。確かに顔は猫っぽいって言われるかもしれない。楽しかった。ヴィンチェンツォロスですね。皆さんアーカイブ始まったらたくさん見てください。4日から、はい、もう終わるの、あと5分ありますね。5分って意外と喋れますからね。じゃあ今からコメント、怒涛のコメント読みしていきます。はい、いきます。スージかわいいよ、ありがとうございます。知ってます。嘘です。カメラ目線お願いします。はい、下半期何をやっておきたいですか。そうだな、車買いたい。照れてますか。照れてます。明日誕生日なので見食いで祝ってください。じゃあ誕生日ですって言ってください。お祝いします。デロンギ上手くなった。あー、最近全然作ってないです。コーヒーエスプレッソギリ間に合った。2万人おめでとう。ありがとう、ありがとうございます。化粧変わった。はい、変わりました。よくわかりましたね皆さん。嬉しい。やっぱ分かっちゃうんだなみんな。ついに車買う、買います、絶対に買います。生麦、生米、生卵。私早口言葉めっちゃ得意ですよ。バスガス爆発、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 ほら、イエーイ。敬礼。何色？何がですか？何買うの？それは YouTube で見てください。明日頑張って。ありがとう、楽しみです。赤カスが、青カスが、黄カスが、うん、いけますね。生生生生生生醤油。2パー。いや楽しかった。あと3分。日向坂チャンネル楽しみにしてくてください。全然言えてなかった。またすぐショールームしますね。来月毎月してますもんね最近。嬉しいです。よかった、時間がちゃんとできる時間があって。はい、タルタルチキン。ガラス窓で篠原涼子さんのモノマネしてる。どこどこ。やったー、明日試合頑張ってください。ファイツ。通じ舞台最高だった、ありがとう。ね、私ショールームさ、メンバーともやりたいなってずっと思ってますっていうことだけ伝えておきますね。年内にやりたいな、確かにやりたいですね。ミュージカルにライブに最高の8月だった、ありがとう。こちらこそ足を運んでくださって本当にありがとうございます。皆様のおかげで今月も楽しく活動することができた気がします。本当にありがとうございます。いつももう感謝の気持ちを伝えるショールームです。今日は本当にありがとうございます。菜の花ショールームみたい。やりたい、サリナさんと。ねえ、今来た。ヤッホー、もう終わっちゃうよ、あと2分。9月誕生日多いから、確かにそうだね、いっぱいいるよね。誕生日プレゼント考えるのも楽しいよね。私好きなんだよな、誕生日プレゼント考える時間。どうですか皆さん。だってサプライズでじゃないですか、まさかみたいな、こんな嬉しいですよね。はい、日和、あ、確かに日和たんとショールームやりたい。やってくれるかな。お肌綺麗になる方法知りたい。たくさん汗をかくことですかね。たくさん汗をかくことだと思います。私代謝いいんですよ、だから多分巡りが早いんでしょうね。ありがとうございます、褒めていただいて。ははありがとうございました皆さん。あと1分。もう終わっちゃう。
さよなら、また会いましょう、サーキットでも。またね、さよなら、おやすみなさーい。